はよつけ麺2いっそちょうだ食べちゃう。はい、今日は賞金王でーす。よっしゃー、ついに私の番ですか。今日はもうこの賞金王食い系の最後、阿部ちゃん。いや、やっとね、あげたものが返ってくると思うと嬉しいわ。翔ちゃんが前回2万だよな。2万稼ぎました。設定金額ガバガバのガバガバだったやつね、はい、ビッキー9000円、俺6000円、翔ちゃん2万、一気に来て最後阿部ちゃん。おじゃあってことで、阿部ちゃんに今日挑戦してもらうのはコンビニのおにぎりです。おお、これ大事なの設定金額ですもんね。そこなのよ、ガバガバであれ。いやでもな、さすがにおにぎり1個どうやろ、1000円かな。1000円やな、うん、あで一番まあ妥当かなと。だんだんやっぱちょっとバグってってるね。そうですね、バグってる。今回はおにぎり1個1000円ということで、制限時間は30分かな。30分やな、はい、30分でもう食ったら食っただけ賞金もらえますから。はい、ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください、はい、頑張ってください。でもね、おにぎりもたくさん買ってきましたので。おじゃあ30分測りますからね。いいですか、もう。はい、よし、準備はいいでしょうか。はい、大丈夫です。それでは賞金王食い、よーいスタート。いただきます。よっしゃ、じゃあまずこのね、チャーシューチャーハンからいただこう。お、じゃあいただきます。うん、いいですね。食べれば食べるほど金がもらえるこの企画。いや、目標はやっぱ最高新記録やな。もう2万超え。おにぎり20個食わねえやろな。いや、わかんない。俺はさ、やっぱお金かけて食べたことないから、共変するかもしれないし、めちゃくちゃお金に貪欲やったら共変するかもしれない。ビッキーはしたわ。あの子2回やってますからね。そう。なんだろうね。お、いいねぇ。1000円。1000円、これが1000円か。すごいね。すごいっすよ、この企画。じゃあ2個目。よい、炙り焼きしたっけ。おいしゃ。まあ、いなかったから。うまい、これこの食ってお金もらうっていいね。あー、なんか新ルール追加したいな。ラスト3分、賞金倍になります。そうやん。マジで。はい、まあ何も相談しないよ翔ちゃん。まあでもいいよ、ラスト3分ラスト3分か。そんなこと言ったらもうラスト3分までじっとして。ラスト3分にかけるかもしれないよ俺。ただ阿部氏はあの喉が結構赤ちゃんなので。まあね、ってことはあれだな、割とゆっくり食べてた方がいいかもな。そうですね、うん、つけ麺やから。めっちゃいいね。おやー、からし明太子。んおぉ、3000円。いや、出た、炙り焼きがっつりソーセージ。あー、美味しいっすよねそれ。うわ、すげーなこれ。はい、5分経過でございます。おお、まあまあまあ、ゆっくり食べて最後まで食べ続けるようにするわ。そうですね、その3分ボーナスのために、うん。4000円獲得。まだまだいけるわ。お、もうこれで5000円目。あ、うまい。5000円。おい、はい、というところで10分経過でございます。お、6個目。はい、お赤飯。あ、お赤飯、いいことありましたか。いいことは特にないです。もちもちしてますよね。うん、あった。あー、6個でこれか、厳しい。マジか、もう普通の食事じゃったらもう絶対終わってるもんな。6000円。うわー、ギブします。せーやん。ギブしてもいいよ。ギブはしない。ツナマヨネーズにするわ。7個目か。7個目です。うん、残り15分です。おほほ、大丈夫大丈夫、ゆっくり食って計算ないです。お、もう最後の3分。そこだから俺は。3分で2個食える。いけるいける。2個食ったら4000個。あ、そっか。そう、だからもう最後の3分にかけた方がいいのよ、割と。そうですね、ゆっくりって前半は。うん、ウィアー、7000円。7000円獲得でございます。まだいけますか。いや、もう結構お腹に溜まってる。やっぱゆっくり食ってるからかな。そうっすね、見た感じ結構お腹いっぱいそうになってきたな。梅いっぱい梅すびいただきます。うん、まあまあ
いやもう早く時間経ってほしいな最後の3分でもう動けなかったら意味ないからね。そうですね、うん。あと10分です。おーマジか、はい、おーなんだかんだあっという間ですね。あと7分か7分で粘って少し食べるか、うん、もう休憩するか。休憩しちゃったらもう食べれないと思うな。うん、おや、おー8000円獲得。おっさん次9個目です。これって3分あるやん。ウルトラマンチャレンジって言ってください。ウルトラマンチャレンジ、ウルトラマンチャレンジ、ウルトラマンチャレンジって、ウルトラマンチャレンジ前に食ったおにぎりをウルトラマンチャレンジ内に食い終わったらそれは倍です。おお、はい、マジマジ、はい、それはいいね。お炙り焼きサバしたい。したいですよね。したい。うんめ、これこれをあと一口まで残しといて粘ろうかなそれでもいいわ、やっぱ2倍になるから、うん、作戦としては、うん、ちょっともうだいぶお腹もね来てるから、その作戦しようかしら私残り5分でございます。お、残り2分残り2分ですね。ウルトラマンチャレンジまで俺はちょっと残り2分も休憩するわ。おこの最後の一口を待って、残り3分でそれを食ってもう1個食い終わるっていう作戦か。まあいけるだけ。ウルトラマンチャレンジまで残り1分です。おっしゃすごい整えてるぞ。整え、もう整えまくってるよ。ウルトラマンチャレンジまであと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ウルトラマンチャレンジスタートーよっしゃということで、それ2000円からそれで1万円。10個目、全てをこの時間のためにかけてきたかけたよ。この時間内におにぎりもうあと1個食ったら、あ、やばい。でもそもそもお腹がいっぱいっていうあ、もう1分、1分経過、もうお腹入らんっていう可能性もある。よっしゃおいおいや、あと1分よ、あと1分。うわ頑張れ頑張れ、あまちゃん、お腹いっぱい。これ11個目です。はい、とあと30秒です。頑張れ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 、あと20秒。あー、いけ。いや、もう口に入れればいいよ、もうもう、もう口に入れて、口に入れたらもう、あと10秒、あと10秒、あと10秒入れればいい。うん、オッケー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 、おー終了。時間ギリギリまで頑張りましたねはい、ということで食べた個数11個で、最後のウルトラマンチャレンジで3つ食ったので賞金1万5000円です。おお、すごい。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ、バイバイ。1万5000円おーいただきました。おめでとう。素晴らしい。ありがとうございます。